さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。さあ今日は寒いですね。冬らしくなってきました。さあ今日のテーマはですね、パターです。最近なんかパターのテーマ多いなと思われている方もいるかと思いますが、やはりこの冬場スコアを出したかったら気合のアプローチと気合のパッティングです。やっぱりね、スコアメイクするためにはパターがすごい大事になってくると思うので、今日もパターの話やっていこうと思います。さあそんなパターの話なんですが、今日何やるのかというと、これ意外と最近ねレッスンしてても非常に多いミスなんですけども、本日サムネのタイトルにもあるように三角関係になっている人が非常に多い。パッティングにおける三角関係とは何なのか、今日やるテーマはこちらです。では頑張ってみましょう。好評発売中。うまい。はい、ではやっていこうと思うんですけども、まずこちらにカップを準備しました。皆様このカップにボールをまっすぐ打とうと思ったら、当然ですがこのフェース面っていうのをこのカップに向けますよね。でここで重要になってくるのが体の向きなんですよ。多くの方がこんな感じでわかるかな、このアライメントスティックを置いたんですけども、ベースもカップの方向けてますよ。体もちょっとこうやって自分が打ちたい方向に合わせてますよ、ね、こういう三角関係を作ってしまってる人っていうのが非常に多い。これやってしまうとどういうことになるかといったら、当然ですがまっすぐ打ったら右に外しますよね。引っ掛けて打つんですよ。引っ掛けて打たないと入らないから。でもそうすると長いパッティングもそうだし、ショートパットでもあれおかしいなーっていうミスが増えてきます、はい、ではこれどうやって体の向き合わせていくのかというと、まずアドレスしたときにこんな感じでアドレスしますよね、はい、この足と足の線とボールってどのくらい離れてるのかなっていうのをチェックします。私はだいたいこのクラブが3つくらい入るみたいです。ってことはこの体の向きっていうのは自分の打ちたい延長線のよりもクラブが1個2個3個ずれた位置じゃないとおかしいんですよね。さあこちらから位置っていうと、ね、この辺です。はい、このボールに向かって自分のつま先とつま先の向きを合わせて構えていこう。これがカップに対してスクエア、要は四角ですよね。で構えている状態になります。これで構えておけば、じゃあはい、カップに向かってまっすぐ振っていきましょうね。まっすぐ行ってまっすぐ入ります、はい、でぜひねこの体の向き、ね、打ちたい方向に対してどのくらい体の向きずらせばいいのかな、ね、打ちたい方向に体の向き合わせたら入らないですからね。自分の体をどのくらい左側にアライメント取ってあげればいいのかなっていうのを調整して打つとパターはすごくカップイン率が上がってきます。ぜひね、目標に向けて構えてしまうともったいないので、パターの練習するとき、これもちろんショットもそうですね、打ちたい方向にペースを向けます。体の向きはそれよりもちょっと左です、はい、っていうような調整をして練習してみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。